こんにちは、山内です。こちらの動画の方で、トッフルの自宅受験版、スペシャルホームエディションの登録から受験の仕方、実際に受験に至るまで一通りのプロセスっていうのを、すべての注意点を含めまして、解説できればなと思います。これがまとめ版になります。では、まずトッフルのサイトをサインしていきますね。 もしですね、すでに受験登録されているものがあれば、ここにアップカミングテストということで表示されます。私はすでに5月16日に会場で受ける予定で予約をしていましたの、ね、で、ここにありまして、またスペシャルフォームエディションっていうのが一つすでに入っていますけども、新しく登録していきますね。でそこですべてのプロセスを見せられればと思いますで。もしですね、ここで4月から5月の8日までに登録されていたものっていうのは、これもすべてキャンセルになっていますので、 ETS が一方的にこれはキャンセルをして、リスケをしている情報がここに載っていると思います。おそらくほとんどの方が9月、10月、11月、この辺りのどこかで一方的にリスケをされていると思います。もちろんこれはその日程で受けなければいけないということではなくて、そのリスケされたものっていうのをさらに自分の任意の日付に変えることができます。 でそこで会場でもともと登録していたものなんですけれども、それをホームエディション、自宅版に変えるということもできるようになっています。ちょっと見せた方が早いですね。ちょっとこれ画像で撮っていますので。はい。この、この受験の方はですね、9月19日に一方的にリスケをされていたんですね。で、ここをクリックしていただきまして、そうするとこういう画面になります。 で9月の19日にリスケイをされていたんですけども、このリスケジュールアポイントメントのところをクリックしていただけると、ここからホームエディション、またはまた会場ですね。どちらでも選べるようになっています。会場予約していたものっていうのを、これがホームエディションに変えることはできます。ただ、これは5月8日までの登録をしていて、一方的にキャンセルリスケイをされているケースのみになります。私の場合は5月8日以降の5月16日に予定をしていましたので、 これは View Modify を押してもですね、これはフォームエディションに変えることはできません。では私、新しく登録をしていきたいと思います。はい。実際に受けます。で、えっ、ー、と、スペシャルフォームエディションを選びますね。で、ここで、はい、Continue でいきましょう。で、このトッ f のこの MyToffleHome でやるのは登録のみです。 登録をして、じゃあいつ受験をするんだっていう日付の指定というのはプロクター o r u という別のサイトに誘導されますので、そのプロセスも全部やっていきますね。はい、この辺はもう、アクノブレジをして、Next。はい、ではこちらでオーダーコンフィメーション来ましたので、こちらでテストの登録は完了しています。この時点でメールが3通届くと思います。1つはちょっと見せていきますね。はい 一つはこの ETS からオーダーコンフィメーションということでちゃんとおしゃれを済みましたよというのがまず ETS から届きます。で、その次は ProctorU というところから Pending Reservation ーーということでここに行ってこの,このままコピーしていけばいいんですけどもここで時間を指定してくださいねということですね。これからこう 貼り付けていくと、ここに行きます。ここにログインする段階で、ユーザー名、パスワードというのが求められます。それはメールで届いています。あの、迷惑メールに入ることも結構あるんですけども、必ずメールで届いていますので、ユーザー名、パスワード、これ、テンポラリー、一時的なものが付与されていますで。これを使ってログインをすることができます。 私はすでにもう一回受験しましたので、もうこれログインがされていますけれども、初めての方というのはユーザー名、パスワードっていうのを与えられたものを使ってログインしていただくことができます。または、三つ目のメールが届いていますので、スケジュール・イグザム・インバイトというタイトルで三つ目のメールが届いていると思います。このページでもしその一時的に与えられたパスワードリセットしたい場合、自分の任意なものに変えたい場合には変えることがこちらからできますよということですね。 ではそのようにログインいたしますと、このような画面になります。もし EU Citizen ですかと聞かれたら No と答えてください。そうするとこのようなページになると思います。ここでスケジュールをですね。これスケジュールをすると、何月何日の何時から受験をするということが指定することができます。私はそうですね。24日に受験をしようかな。はい。で、えー、っと、ここである程度時間を選べますので、AM、PM を切り替えることができますので、11時。 一個のものにしましょうかね。クリックすると表示してくれます。こうなりましたので、そうですね。私はこれにしますね。私は1時10分からいきます。はい。ここでスケジュールをクリックすると、これでスケジュールが完了します。で、ここに至る前に,前にですね、その個人情報をちゃんと入れて、そして日本のジャパン、 っていう時間帯をちゃんと選んでおく必要があります。そうでないと、日本時間のこれは何時っていう指定をしていますので、ちゃんと個人情報の確認ページが来ると思いますので、その確認ページのところで、ジャパンタイムを選べていないと、ちょっと時間が、想定した時間とは違う時間になってしまいますので、気をつけてください。Your order was successful と出たら、これで完了です。で、MyOrder ですね。MyOrder をクリックすると、私はもうこれ2回目なんですけども、この2回目が今回出てるということになりますね。 登録完了しましたら、ここにテクノロジーチェックという、need to check your technology というのがありますので、ここをクリックしていただけると、このマイクであったりですとかカメラっていうのが機能しているかというのをチェックすることができます。一旦クリックしてみますね。これで全部丸が出れば OK です。 はい。この緑色のチェックチェックがついている限りにおいてそれは大丈夫ということです。もし赤のバッテがついていればそれは正しく認識されていないですとか、そもそもカメラが内蔵されていないとか、そういうことになります。ここで注意ポイントなんですけれども、このヘッドフォンっていうのは、 このホームエディションでは使えないですね。我々会場で受験するときにはこのヘッドフォンを与えられて、このヘッドフォンで常にやるので、これを使って受験をするものだというふうにこう、私も思いましたし、思う方多いんですけども、このスペシャルホームエディションにおいては、このヘッドフォンは使っちゃいけないっていう規約になっていますので、このヘッドフォンでやると、これしかもう機材がないとなると受験ができなくなってしまいますね。ここは要注意ポイントですね。ですので、もし、これデスクトップとラップトップの話があるんですけども、 このノートパソコン、またはラップトップパソコンって言われますけども、このラップトップっていうのは、このほとんどの場合、多くの場合、ここにカメラもちゃんとついていて、で、そのマイクも内蔵されてるし、スピーカーも内蔵されてるということが多いので、なのでノートパソコンの方がよりおすすめかなというふうに思います。両方ともいけるんであればね。で、あの、一応ちゃんと、マイクが機能してるのかとか、スピーカーがちゃんと入ってるのかとか、そのカメラがですね、あの、あるのかということを確認してください。ちょっと見せますね。 これは私のノート PC ですけども、ここに、ここにですね、このちっちゃい丸があると思うんですけども、これがカメラですね。こういうふうにこうカメラがもともと入っているものっていうのは、もう別途カメラを入れる必要はありません。で、逆にですね、ここにもうそのカメラがないと、カメラがないという場合には、こうした外付けの、外付けのこのカメラを買って、この USB タイプですね、を買って、これを USB をこう入れて、そしてカメラをこういうふうにこう、 やってですね、でこういうふうにこうやって、これで受験をするという必要があります。えー、なのでこ、ここにカメラがついているかどうかですね、そもそもね、っていうのをノートパソコンの人は確認いただければなと思います。はいで 一方でデスクトップ、私もデスクトップで受験をしているんですけども、デスクトップで受験される方っていうのは大抵の場合デスクトップっていうのはもともとカメラとかスピーカーとかマイクっていうのはどれも内蔵されていないものがほとんどです。ですのでデスクトップで受験される方は機材をあらかじめ揃えておかなければいけません。 おすすめはせずに Amazon のものでいくつか出しておきましたので、これを、こういったものを揃えていただければということですね。まず、このヘッドフォンから音楽を、音声を聞くということはできませんので、こうした形の、その、この USB で接続できるものですね。で、これで音声を再生するということになります。もちろん、ノート PC の方は、この元々、パソコンから音が出るので、ノート PC の方は、これは必要ありません。 続きましてカメラですけれども、こうした形のカメラを購入されておくといいのかなというふうに思います。むちゃくちゃ高性能じゃなくても大丈夫です。で、これが、ただ注意ポイントはこの USB の接続であるということですね。これ私、あの、持っているものですけども、これでも大丈夫です。ここで、これをこう挿して使うということですね。はい。で、これがカメラですね。あとマイクですね。マイクっていうのは、この、 カメラにマイクが内蔵されているものもあれば、されていないものもあります。このカメラにマイクが内蔵されていないのであれば、別途、この USB の US、別途この USB 接続のマイクを買わなければいけないということになりますねで。ちょっとここさっきの見せたものですけども、これはマイク内蔵って書いてありますので、はい。これはだから別途、これはマイクを買う必要ないということですね。 これもマイク内蔵と書いてあったと思うんですよね。マイク付きカメラって書いてありますので、これはそんな値段的にものすごくむちゃくちゃ高いものではありませんので、その、こうした、はい、ものっていうのを揃えておくといいのかなと思います。もしすでに何かしらこうしたカメラを持っていらっしゃって、そのカメラにはマイクが内蔵されていないんだという場合には、こうした外付けのマイクっていうのが必要になるということですね。はい。これが必要な機材になります。 こうした機材を揃えた上で、このテクノロジーチェックをやっていただければなというふうに思います。でこれはですね、このプラクター U に入る前に、あの、一応トッフルのサイトから、このサイトですね、このリンクっていうのをあの記録しておいていただければと思うんですけれども、これあの、トッフル、ホームエディションで調べるとこのページ出てきますけども、このページの、ここですね、えっ、ー、と、Equipment Requirements のところをクリックすると、 こういうふうに出てきてで、システムチェックがあるんですけれども、このシステムチェックからもう行うことができますで。ここで自分のカメラを選択してください。で同じことです。この この,このチェックっていうのは先ほど私がプロクター u の中でやってたテクノロジーチェックと同じです。なので、トフロを登録する前の段階で機材がちゃんと機能しているかはすでにテストここからできるんですけれども、プロクター u の中でもどちらでもその機材チェックはできますよということですね。なので、このこちらで前もってチェックをされても大丈夫ですし、そのプロクター u に入った後でも同じチェックはできますので、どちらかでチェックをいただいて、 で、これが必ず全部緑の青になることを確認してくださいということです。Mac は使えないということになっていますので、Mac は NG です。タブレットでも受けることはできません。で、あとはスマホでも受けることはできません。Windows のパソコンのみということになってまして、XP から Windows 10までは対応しているということです。で、こちら、あの、おすすめの推奨ブラウザーっていうのは Chrome と Firefox というふうに ETS の人に言われましたので、使ってください。 では先ほどお見せしたこのページなんですけれども、ここでですね、あの、テスト、ETS テストブラウザーっていうのをインストールしておいてください。テストを受けるときには、この ETS のテストブラウザーというのを使って受験することになります。これをインストールしておかないとテストを受けることができませんので、この ETS テストブラウザーですね、インストールしておいてください。こういうふうに、こう、Unify PR Installer っていうのが出てきますね。これで保存して実行いただければ、 え、インストールすることができます。そこで開けた場合にですね、Exam ID とパスワードを入れるというふうに言われるんですけれども、それは心配しないでください。はい、このようになって、 プロクターログインってことになるんですけども、ここで EXAM ID とパスワードを要求されるんですけども、これはですね、試験が始まったら、その試験官の人とオンラインで繋がってコミュニケーションを取りながら試験を開始することになるんですけれども、その段階でその試験官の人が入れてくれます。私たちの方で受験者側で入れることはありませんので、ここは入れなくても大丈夫です。で、あの、EXAM ID がないじゃないか、どこにあるんだっていう風に、こう、私も一回混乱して探したことがあったんですけども、これはもともと与えられないので、心配せずにこれはこのままで。 はい。では、プロクター U に戻ってきていますけれども、ここで日時はもうすでに設定いたしましたので、あと何日後、何時間経ったらテストが開始されますよっていうカウントダウンはここで始まっています。で、このカウントダウンが0になったらテストを受けることができるんですけれども、このプロクター U の ページっていうのはお気に入りに追加しておいて、いつでもこのサイトに来れるようにしておいていただければなと思います。このトッフルスペシャルホームエディションを受けるときには、スタートポイントはこのプロクター U というページからスタートすることになります。 ちょっとこれ見せますね。これがじゃあ0になったらどういう画面になるのかという手順なんですけども、ちょっともう私写真を全部撮っていますので、こうなります。ready to go っていうのにこう0にカウントダウンがなったら ready to go っていうのに変わります。そこでスタートセッションというのをクリックすると、ここからその自宅で受けられるテストが開始されることになります。で、ちょっと、ここでいくつかこう手順を踏んでいかなければいけません。まずこうした形でも画面がどんどん切り替わっていきますので、ひたすらもうコンティニューを押してください。 コンティニュー、コンティニュー、コンティニューですね。で、ここで、その注意書きがありますので、ここにチェック、チェックを入れていただいて、コンティニューですね。はい。で、この段階から、このカメラがもうセッティングされていますので、このレコーディングされてますよ、記録されてますよっていう,こう注意書きが表示されることになります。はい。構わず進みます。で、ここで、画面を共有してくれっていうふうにこう言われます。これはそういうふうにこう、あの、ポップアップします。そこで自分の この画面っていうのを共有するようにしてください。すなわち自分ももちろんこの画面が見えているんですけども、その試験官の人にもこう見えるようになるという設定にしてくださいということですね。これも単純にこう画面を選択して OK をすればすぐいけますので、特に難しいことではありません。でもしですね、デュアルモニターを使っている方っていうのはこれもともとシングルモニターで言ってください。デュアルモニターはダメだというふうに言われます。でデュアルモニターがある場合にはですね、そのもうこれ、あの、 モニターの電源を切るとかそういうことではなくてアンプラグしてくれというふうに言われますので、もうモニターそのものが一つしか認識されないという状態にしておいていただければと。 思いま,すでまた物理的にそのモニターが2つまたはそれ以上ある場合でも1つしかダメでそれ以外はもうアンプラグしなきゃいけないんですけども試験の現場においてはそのスクリーンには全部布かなんかをかけて隠してくれとそこまで言われますなのでもうそのモニターがいくつか置いてあるという場合には自分が使うモニター以外には布なり,布なり服なりは何なりをかけていただいてその状態でこう始めるというふうにするとスムーズにいきますはい で、ここで、ちょっとこれ私の恥ずかしい顔ですけれども、ここでカメラに向かって、はいカメラに向かって、ってこういうふうになります。で、ここでテイクフォトを押すと自分のこのフォトが撮られるんですね。これ通常カメラ、これ通常会場だとこういうふうにこうカメラで撮られますけども、今回は自分で撮るということですね。で、えっと、続きまして、この、私はこうパスポートを使ってますけども、これをですね、その、 ページを開いて、ここにこう、かざしてくれと。でここで、テイクフォトをしてくれという形で、その、自分の ID っていうのをここで登録することになります。なので、あらかじめご用意しておいてください。で、ここで、ルールについて、またこう、チェックチェックを入れて、これもコンティニューですね。 で、ここでですね、ダウンロードボタンを押してくれというふうに言われます。ダウンロードボタン。これもうそのまま押します。このダウンロードボタンを押すと何が始まるかというと、オープンチャットが始まります。そのプロクター、プロクターというのは試験官っていう意味なんですけども、その試験官の方とそのチャットをするチャットボックスが開きます。こういうふうにこうサポートログミインレスキューっていうのが出てくるので、これを保存して実行していただければ、その試験官の方とチャットでコミュニケーションを取ることができるようになります。 はい。こうした形で、このプロクター U のチャットボックスが開くということですね。で、このチャットボックスを通じて、その、この、英会話も発生しますし、このチャットで打ち込むという、読んで書く。もう、この、この段階で四技能がある程度入ってくるというふうに思ってください。で、相手の担当者が一人つきます。人間が一人つきますね。で、その人が、ハローというふうに始まって、で、この説明をしてくれます。で、その説明で、例えば、あの、何かしらこのヘッドフォンつけたらヘッドフォン取れと。 言ったりですとか、周りになんかこう、変なものがあったら、それはちょっと剥がしてくれですとかね。そういった指示っていうのは、この、音声で来るか、テキストで来るか、あのそれあの場合によりけりですけども、何かしら指示がある場合には、あの、こちらのチャットボックスを通じてくるということになります。では、まず何を言われるかなんですけれども、この、まずテストの環境がですね、ちゃんと問題がない環境なのかっていうのを、 この試験官が確かめようとします。結構念入りに調べます。で、どのようにしろと言われるかというとですね、このカメラをこう持ってですね、まあ私今ちょっと外しちゃうとこうカメラがあれなので、この私が今話しかけているカメラが、この、このカメラとしましょうかで、これをこう取ってですね、で、これをこう上から、この部屋の上から下にこう動かして何もないか見せてくれと。で、これ試験官も見えてますのでね。で、この四隅をこう全部、四方向全部こうやってやってくれと。 いうことになります。で、ここの裏もこうやってくれと。ですね。で、こっちもこうやってくれと。で、あとは机の上に何かないか、こう、机の上を全部こう見してくれと。あと床も見してくれと、こういうことになります。はい。っていうふうにこう言われますので、それが多分テキストで来るか、音声で来るかは状況次第なんですけども、そういう指示が来ますので、そう言われたらやってくださいということですね。で、あとは、このノートパソコンの場合ですね。ノートパソコンの場合は、ここにあるので、こう、 こうする形になりますね。ノートパソコンの場合にはね。こうやってね。はい。こう、こういう作業をしなきゃいけないということです。はい。ケ、OK、ーです。で、あとは、ノートパソコンの方はちょっと注意なんですけども、この、ここにね、ここに何か貼ってないかみたいな、結構細かく疑ってくるんですよね。まあ、疑うというか、調べようとしてくるんですね。なので、ここに何か貼ってないかとかを見るために、この鏡とか、そのスマートフォンの鏡機能を使って、 ここに何もないかっていうのをう調べてくれというふうに言われるので、これ携帯使うとねああや、ややこしかったりするので、手鏡を用意しておいて、はい、何もないですよねってこう,こう見せるというふうにこう準備をしておくことをお勧めします。これはノートパソコン使う方ですね。えっ、ー、とですね、あとは携帯っていうのはちゃんとあのどっかにやってくれというふうな指示が来ます。で これを、もちろん電源は切ってなんですけども、電源は最終的に切っていただいて、で、あの、このカメラから見える場所に置いてくれということになります。例えば私の場合だったら、ここに置いてここ置、ここに置きますよね。で、置いて、あの、置いたところを指さしてくれというふうに言われますね。こう置いて、で、そこにここに置いたよと。あ、ah,、Here's my cell phone とか言いながら、こうやってこう指をさして、あるよってことを言いますね。で、相手が Thank you とか言ってくるので、それでこう自分のセロフォンっていうのはそういうとこ、そういった形で見える場所に置いてあげるということになります。 はい、えっ、ー、と、あと何かあったかな。えっ、ー、と、あとは、あれですね、あの、机の上はもう何もなしにしてください。まあ、小物とかちょっと小さいものがあったらそ何、それなに、それなに、それなりでも全部聞かれます。で、それは何なんだっていう説明をいちいちしなきゃいけないんですね。で、それは、あの、時間がかかりますし、あの、エネルギーもかかりますので、もうあらかじめ何もないと。客観的に見て、もう何も映ってないよね、何も変だし、疑われるものはないよねという状態にしてから望んでください。 はい。まあ、いろいろあるなと思われるかもしれませんけど、いろいろあるんですね。要するにこう、自宅で受験することによる不正っていうのも徹底的に排除しようというふうにしているので、結構根掘り葉掘り聞かれるということになります。で、これはですね、あのー、今、表示してるんですけれども、見えるかな見えますね。はい。これはもう、このまんまちょっと、シャミを取っていただくなりなんなりしていただいてですね、これがそのまま来ますで。なので、あの、こう、これを読んだ上で、これ、青で私書いてますけども、Yes, I do と。 いうことですね。っていう、もう返事をこうタイピングしてあげる。さっきのこの、あれです。さっきの、これ。ここで、こう、説明、長い説明が来ます。途中から。で、これは、あの、相手が規約を、こう、 表示してくるんですね。こう、こう、こうですよ。こういう企画がありますよ。こういう企画がありますよ。わかりましたかってこう質問をしてくるので、はい、わかりましたという、あの、答えをしてあげます。で、えっ、ー、と、もし何かこう、もう、進めませんという状況になったら、この時点でレスキューはできるけども、始まったらレスキューできませんよということが書いてありまして、これ、理解しましたかって、 あの、言われ、もう書いてくるので、ここで答えをしなきゃいけません。答えないと始まらないです、テストがね。なので、ここで、Yes, I do とか、Yes, I understand とかっていうふうに、こう、あの、返事をしてください。これは一つ目に返事をしなければいけないことですね。で、もう一つですね。 Can I use a mouse? というふうにこう言われます。これ、どのタイミングで言われるかわかりません。一番最初の方に言われることもありますし、中間のところに、時に言われることもありますし、最後の方に言われることもあります。どこで言われるかわからないんですけども、Can I use a mouse? と言われたら、もうあの、yes, that's fine という形で、that's fine と言ってください。そうすると、相手が、この、この、私たちが使っているマウスっていうのを、またはこの、このね、ノートパソコンであれば、ここの機能っていうのを、 あの、相手方がリモートで使えるようになります。で、これは、その、必要な ID を相手が打ち込んだりですとか、私たちの方で何かすべきアクションが取れていないときにサポートとして、向こうがこちらのマウスを使って、その、必要な作業っていうのをしてくれたりします。まあ、あとはいろいろ言われます。この、フォこれはフォーアームしてるんですけど、フォーアーム Can I see your four arms? とかって言われたらこうやってやるっていうことですよね。はい。で、何この指輪外してとかって言われたりも外す。 ですかねネクス、あの、アクセサリー外してとかやったら外すとか、そういったことは逐次発生しますし、あとは耳を見せてくれって言われます。これ何も入ってないってこう耳を見せてってこう言われるので、あの、耳をそう言われたら見せてください。はい。あとはね、紙が、紙がどうだとかね、っていうことも言われますので、これは言われた通りにしてくださいということですね。この辺がもう、あの、来る質問としては決まってますので、あの、あの、実際のこのスクリーンショットと、 あとは、そのままのコピペを持ってこれを示すと思いますので、あの本番でね、あの混乱しないようにしていただければなと思います。よし。これで、これでスタートですね。ここで問題がなければ相手がこうマウスをも,もっ使,使えているので、先ほどの このユニファイテストランチャーっていうのを相手が立ち上げてくれて、ここからログインして、ここの ID に相手が私たちのマウスを使いながら、ここを選択しては ID より、ここを ID よりということをやってくれます。ですので、ここは相手に任せて、で、固定ランチテストを押させてください。そうすると、もうテストが始まります。 あと、試験中はですね、あの、試験管に常にモニタリングされています。そのためにこのカメラがついているんですね。なので、相手から、あの、常に見られているというふうに思ってください。なので、何かしら、こう、予想目をこう、つる、キョロキョロしたりですとか、何かこう、スマホをこう、いじり出したりですとかね、っていうことがあったりですとか、あとは、誰かが入室してくる、これ、アクシデントであっても、っていうことがあると、これは、あの、違反と見なされてしまいますので、そういうことがないようにしていただければなと思います。 あと、一度テストが始まったら、これまでトッフル受験されたことがある方はですね、もうその、その通りの画面で、あ、全く同じ画面で進んでいくな、というふうにこう、認識されると思います。いつもと同じように進んでいきますので、そこはいつもとよ同じようにやってください。休憩の時なんですけども、休憩から戻ってきたらですね、あの、相手が、あの、話しかけてきます。チャットボックスで。 てなのでこれも相手がこうまた自分のマウスを常に使えるので、そのチャットボックスっていうのを通じて、あの、ブレイクタイム終わりですかと始められますかみたいなコミュニケーションを発生して、あの、OK と I can start みたいな形でタイプアウトすると、相手がまたこの自分のマウスを使ってテストを再開してくれるということですね。で、これは、 でテストが終了した時も同じです。これもあの終了するんですけども、そこでまた試験官、プロクターがテスト終わりましたかということを聞いてきますので、Yes っていうふうにこう言うと、それで相手がこうボタンを押してくれてテストが終了ということになります。はい。では、これでとおり、このトッフルスペシャルホモエディションの説明できたんじゃないかなと思います。注意点も細かいところもありましたけども、これで、これはもう全部の総まとめ完全版になりますので、ちょっと細かいところも含めまして、 あの、細かいところも含めて説明できているんじゃないかなと思います。もしどうしてももうよくわからないという場合で、個別ちょっと話をする必要があるという場合、私が別にこれをサービスとして提供しているわけではないんですけども、ね、だってこうせっかくトップ受けて、それは進学であれ、ね、その先の就職であれ、自己実現のために何かこうね、あの、その何かの目的があってトップ受けられると思うので、それがね、ちょっとテクニカルディフィカウティ、技術的な問題でそれは止まってしまうというのは私はちょっと悲しいことだなと思うので、まあそういうことがね、 あの、一人でもないようにしたいな、というのを、思いでこれを作っているんですよね。まあ、なので別に、そこれは料金は別にいらないので、あの、この、YouTube で話はすることは一対じはできないので、Twitter 私リンクを下に出しておきますので、あの、あのちょっと詳細情報とありますよね、YouTube のこの下のところにね。そこで、あの、Twitter のアカウントを出しときますので、そこで私にちょっとこう個別にメッセージいただければ、そこで個別のやり取りができるかなと思います。はい。 あとはですね、トッフルの、あの、これ無料の勉強会みたいなのもよくやってますので、それは動画をアップするっていう形でやることもありますし、それもライブストリーミングでもリアルタイムで、その、まあ、オンラインセミナーみたいな形でね、オンライン勉強会みたいな形でやることもあります。あの、いろんな形式がありますので、できる限りね、あの、多くの方に自己実現のためにですね、あの、進路を置き、あの、自分の 進学先であれ、その将来であれですね、それを切り開いていくための、なんかこう、有益な勉強会接種が、あの、もう通にやってますので、それを引き続きできればなというふうに思っていますので、興味がある方はですね、ご参加いただければなと思います。で、それはですね、あの、じゃあどうやってそのスケジュールを知るんだということになると、あの、この、チャンネル登録をされている方には必然的に行きます。私はこういう予定でやりますよっていう予定をそこで出すので、そこでは行きます。なので、もし勉強会、あの、無料のものですのでね、そういうところでなんかこう、ちょっとスコアアップのために、 参加してみたいという方はですねあの、チャンネル登録をしておいていただけると、あの案内が届きますよということです。OK! では、だこれで一人きましたかね。はい。これで全部説明できたかなと思います。少しでもこの動画が参考になっていれば幸いです。これがね、一つのきっかけになってですね、トフロちゃんと受けられました。で、それで提出できました。進学先であれ、その先の未来であれ、こうね、それに繋がっていくような一つのきっかけになれれば本当に幸いです。